寺田です。皆さん加計学院のご協力いただきまして1時間の質疑時間をいただきました。委員長をはじめ皆さんに感謝申し上げます。今日は学校の制服、中学校、小学校、義務教育課程における制服や私費負担の問題というところから防衛問題のイージス・アシュアまで、ちょっと幅広い話の2つになります。で、どちらも非常に身近なものであり生活者にとっては感じるところがあると思いますので、質疑をさせていただきたいと思ってます。で、最初に質問が数問である文科省に対する制服の方からお話をしていきたいと思います。で、今回昨年ですか選挙もありましたけれども、幼児教育の無償化含め子育て世代の方々のできる限り負担を減らしていこう、その奥には少子化に対する考え方や子育てのしやすい社会づくりという一般的な思惑もあったと思います。でもちろんさまざまなところを税金を使いながら補助をしていくという発想は大事なんですけれども、やはり昨年ぐらいからですか、ある新聞社がかなり力を入れて、フォーカスをしているのがいわゆる学費ではなくて、自分たち私費で払う費用、私費費用に関して、かなり実態は重い形になっているというところです。で、それぞれ皆さん過去の記憶ってあると思いますし、その年々がどういうような形だったか分かりませんが、例えば小学校、これも ある方の投稿ですけれども、小学校に入って1年生でまずハーモニカ6000円、2年生になって絵の具セット4000円、4年生になって彫刻刀セット3000円、で5年生になって裁縫セット3000円、一つはこういう形ですね。で、あとは校外学習、林間学校の積み立て、ドリルや副教材、無償だと、教育を受けることに対して無償であるというような話がありながら、結局のところ自費負担が何十万円にもなって、かなり経済的に裕福ではない限りにおいて相当大きい負担になる。そしてまたそれが兄弟がいればなおさらのこと2倍3倍とかかっていくと。そして制服も、小学校で制服であるところないところ、なんか聞いてみると西日本と東日本で結構違うそうですけれども、これに制服代が重なってくる。中学校であればほとんどのところ制服だと思いますけれども、制服代が一見するところ我々が着るようなスーツよりも高い価格になっているということは、お子さんを育てられたご経験がある方であればお感じになられるところだと思います。で、まず基礎的なことですけれども、林大臣にお伺いしたいんですけれども、こういうその私費負担というものが保護者の方々、親御さんたちにとって重い負担になっているという、まず問題意識をお持ちかどうかというところをお答えいただきたいと思います。林文部科学大臣。うちの子も下が高1でございますので、制服代というのがちょっと記憶よりも少し過去の方に入っておりますが、やはり、この授業料とかそういう直接のものではなくてですね、今委員からお話になったようなこのいろんなこの活動等にかかる費用というのがですね、いろんなところで、これもある、これもあるということはですね、私も個人としてもなんとなく感じておりましたし、また文科省としてもですね、実は子どもの学習費調査というものをやっておりまして、子どもを公立または私立の 幼小中高等学校に通学させている保護者がですね、子どもの学校教育及び学校外活動のために出資した1年間の経費をですね、平成6年度から各年で調査をしておりまして、最新は平成28年度で、これ失敗ではなくて抽出でございますが、ある程度のコストはですね、これの調査によって把握をしておるというふうに承知しております。寺田マダム君。今ご答弁いただいて問題意識はあるということでありまして、ただ今少しご答弁もいただきましたけれども、昨日この質問通告に揃えて、文科省の方からお話をお伺いしました。で、私個人としては
かなり地域によって、例えば制服一つ取ってみても、今手元にある朝日新聞の去年の調査ですけれども、例えば仙台の太白区女子ですね、中学校が77,080円で、片や同じ女子の中学生の制服が長野県諏訪郡で36,200円、倍ぐらいの値段の差があると。かなり地域によって、その地域地域のご事情および学校長の考え方含めて差がある。そしてまたそれが大きな負担になっているということだと思います。で、以降ご紹介をしたいんですけれども、こういう問題意識に沿って、北海道の帯広市の図書館の司書さんで、大平さんという方、28歳の方ですけれども、独自に自分で、北海道内のところに対して実情どうなっているかということを聞いてみたそうです。ただほとんどのところが、どういう問い合わせかというと、いや制服や体操着だったり服教材とかが入学説明会の時にどのような感じで説明されて、親御さんたちに負担をお願いしているのかと聞いたところ、そういうものは保存してない、保有してないという答えがほとんどで、なかなか答えてもらえず、情報公開請求を行ったところ、なんとか現状のそのような実情を見えるに至ったと。で、個人として頑張っていただくことを本当に評価したねと思いながら、昨日、文科省の方々と話してみると、文科省としてちゃんとした調査は取っていないということでした。でね、どういう対策が打てるか、もちろん税を司る、政府として税としてどうやるかということは、真っ先に考えながらも、子どもを育てる方々にとってみると、税によって補助されていることなのか、私費によって自分たちが払っていることなのか、すべてオールインクルーシブで子育てに対してお金がかかっている問題ですから、私は文部科学省としてもこのことの実態というものは、私はしっかりと把握しておかなければならないと思っています。ですので、もう一点質問ですけれども、実態調査すべきじゃないかと私は思います。林大臣のお考え方よろしくお願いします。林文部科学大臣。先ほどちょっと触れさせていただきましたが、子どもの学習費調査、これ制服についてもですね、出資と経費が把握をしておるところでございます。で、この全体の平均はですね、先ほどちょっとご紹介がありましたが、小学1年生はこれ28年度の調査結果ですが、公立で14,000円、私立79,000円、それから中学1年生は公立で51,000円、私立で97,000円ということで、一定の負担になっておると、こういうふうに思っております。で、先ほど申し上げましたように、この失敗ではございませんが、抽出捜査ということでございまして、今のところ、この実態をですね、全学校に対してやるということになると、かなりの負担も出てまいりますので、今のところはですね、この調査を通じてですね、実態の把握をして、何らか必要な対応がないのかどうか、しっかりと検討していきたいと思っております。寺田学君。全小学校、中学校となると、非常に大変な事務量になって、先生方も大変でしょうから、対応するのも難儀だと思いますが、教育委員会単位でも構いませんので、もう一段踏み込んだ文科省としての調査、もちろん今すぐということはなかなか難しいかもしれませんが、今年入学される方々は決まってますので、来年の入学、再来年の入学に向けて、実態を調査することにもう一段踏み込んでいただけないでしょうか。林文部科学大臣。教員の働き方改革についても今ご理解いただいておるというご発言がございましたので、そういうふうな負担をなるべく減らした上でですね、この抽出のやり方等々にですね、どういう工夫ができるのかということを検討してみたいと思いますし、それからもう一つ制服に関して言うとですね、実は公正取引委員会の方で公立中学校における制服の取引実態に関する調査報告書というものも公表されておりまして、こういうものもですね、この参考にしながらですね、結果としてあまりこの過剰な負担にならないようにですね、していく方法というのをしっかりと考えていきたいと思っております。寺田学君。今公取の話がありましたが、460ぐらいのサンプルだったという話です。で、それも相当大変だったみたいです。
でもちろんその学校の事務量が大変だと対応が大変だということもありながら、まあ、やはり公取側からお話があったというところで、なかなか進まない面もあるのではないかと推察します。あのしつこいようですけれども、ぜひね、教育を司る文部科学省の方からこの実態把握に対して強い関心を持っていると、先ほど問題意識持たれてましたので持っているということと、実態把握に努めるということを強くご認識し、ご指示を出していただきたいと思います。で、まあ、実態を把握するとともに目の前に、まあ、これはどうなんだろうというような、もう分かりきったようなこう不思議なことも多々あると思います。で、まあ、私も子供の頃小学校を思い起こしますと、先ほど申し上げましたけども、みんながみんな同じピアニカを買ってる中で、まあ、うちの母親が9歳離れた姉の私だけ紫色のボロいピアニカを持たされまして、非常に恥ずかしかったというとともに、まあ、絵の具も蓋すらなくラップをされて渡された時には正直引きましたけれども、それでも今思うと、やはり3人兄弟の中で末っ子ですけれども、まあ、毎回毎回これを買うことに対する負担感って多いなと思いますし、まあ、なぜ買わなきゃいけないのかっていうところの一つの理由に、やはり学校側が指定しているからというところはあると思います。で、この指定のあり方というものを何かしらのガイドラインで、変えていくということも一案としてあると私は思うんですよね。で、制服というものに限って言うと、そういうものが日本以上に、まあ、ある種浸透している、まあ、イギリスの例とかを引かれている文献見ましたけれども、イギリスの方ではやはりそもそもとしてかなり日本に比べて半分以下の形で、制服を変えますし、まあ、日本独特ですけれども、胸に学校の校章のマークが入ったものであったり、名前を彫らなきゃいけないというようなことがなく、汎用的なものをスーパーというかデパートで買うことができる、特にセールでも買って安く済ませることができるということがありました。ですので、私自身の一つのこれからの考え方としては、もちろん実態調査には非常に時間と労力がかかるのは分かりますけれども、何かしら国として親御さんたち保護者の方々の経済的な負担を減らすべくガイドラインを出す、まあ、英国のようにそういうような形で国として一つの基準を出して、親御さんたち保護者の方々の負担を減らすという考え方があると思いますが、どのようにお考えでしょうか。林文部科学大臣。私は長男でございましたので、先生のようなことはなかったんですが、小学校3年から4年にかけて実は転校しまして、前の小学校で使っていたあの縦笛ですね、これを次の小学校に持ってった、全然違う形で、なんか君だけ違うの持ってるって言われて買い替えてくれとお願いしたけれども、母親に断られた経緯がございますが、まさに、この保護者負担というのは厳しくですね、我々も捉えていかなきゃいけない問題でございまして、やはり取引の、先ほど公取の話はですね、公取が調査したから我々が引くという意味ではなくて、それを積極的に参考にしたいという意味で申し上げておりますが、そういうことをしっかりとですね、踏まえて、どうしたら保護者負担が過剰なものにならないようになるのかということをですね、しっかりと検討いたしまして、まあ、指針のようなものを含んだ通知の発出を含めてですね、検討してまいりたいと思っております。寺田学君。で、まあ、さまざま学校独自の考え方があってしかるべきだと思いますし、学校ならではのその特色ってあっていいと思うんですが、ちょっとこれはどういうことなんだろうというような実例がありまして、今日もおそらくネットのニュースの中で話題になってましたので、ぜひご意見を麻生大臣にもお伺いしたいなとも思ってるんですが、対明小学校って皆さんご存知でしょうか。特にお偉い先生方は銀座の方にはよく足しげく行かれてるかもしれませんが、まあ、東電の本社のこちらから行って奥の方に行った時にある左側にある小学校ですけれども、この対明小学校の制服のあり方というのが一部で話題になってますし、私もそのことを保護者の方に伝える文章を見て正直違和感を持ちました。で、ちょっと長いものだったので皆さんにちょっとお配りするには あれだったので、私の方で簡単に抜粋しながら読みますけれども、
まあ、これ校長先生が保護者に対して来年から入学される方々に対してだと思いますがお話をされたことで対面小学校に通うということはということの中でいろいろお話をされてます。で強い自負を持たれているのはいいと思うんですけれども対面小学校はやはり特別な存在でありますと対面らしさというのは失ってはいけないと対面小学校という学び屋の気高さまあ、この伝統にある気品空間集団への凝集性とか、貴族意識とか誇りとか対面小学校は醸し出す美しさを保っていかなきゃならんとただ、まあ、その後現状はあまり芳しくないと、まあ、問題がいろいろあっていろいろ悩んどるとで対面小学校に通っているということは銀座の町の子どもたちになるということだと私は思っているとで銀座の町あって対面小だとで今対面小学校はどこかどれかのスイッチを押さなければその良さが失われてしまうとそういう時でビジュアルアイデンティティという概念がありますとで今度制服の話になるんです標準服もその要因の一つだと対面小学校の標準服を身につけているという潜在意識が学校集団への同一性を育みこの集団が良い集団であってほしいより良い自分であるために良い集団にしなければならないというスクールアイデンティティに昇華していくんだと一つの考え方だと思います。でここから急展開していくんですが銀座の街も当面は2020年東京五輪に向けて変容していくと銀座の街には世界に名だたるブランドショップが立ち並んでいると対面小学校も銀座のランドマーク銀座ブランドであると銀座の街のブランドと対面ブランドが合わさったときにもしかしたら潜在意識として学校と子どもらと街が一体化するのではないかとまた銀座にある学校らしさというものが生まれるのではないかということを考えアルマーニ社にデザインによる標準服への移行を決めましたと松屋で販売ルートを確保してくださったそうです。で、まあ、生地縫製は日本のメーカーにしてくださったということです。で、まあ、標準服というのは児童が毎日着るもので、まあ、強制ではないにせよまあこれを着てほしいということで、およそ倍ぐらいの普段から考えると倍ぐらいの値段のものを買ってほしいと言って小学校の男子で全部揃えると8万円女性で女の子で8万5千円だそうです。でこれの良し悪しというものをここの場でやるつもりはないですけれどもで取材の中でこれはどのような経緯で決められたんでしょうかというと、まあ、学校の校長先生 の考え方独断というと言い過ぎかもしれないですけどで決められたそうです。で、まあ、だからこそ先ほどの議論にも戻るんですけれどもある程度自主性は保ちながらもある程度の幅というものは国の方でもこれ公立小学校ですからね公立小学校において、ある程度の幅と保護者に対する負担というものも考えなきゃいけないなと思います。こういうのは麻生大臣に聞くと意図的と思われますが大臣今お話を聞かれて何かお考えになることありましたか。麻生財務大臣だいぶ前ですな自民党の文教部会長をしたときにここは小学校としては全校生徒何十人だったかな潰そうと思って随分運動しましたよ。少なくともあの時中田町小学校麹町小学校番町小学校全部統合して一つしましたからえらい反対食いましたよ。私は一番驚いたらこの対面小学校を潰そうと思った時にやっぱ銀座歩けんと思いましたね全ての寿司屋の親父から何の親父から全員でもう俺が俺の母校っていうんでえらい勢いでやられてうわーすごい伝統のある学校なんだなっていう意識があの時起きたんですけれどもそれ以後いろんな形になって学生の数も増えましたんで随分状況は変わってるんだと思いますけれどもちょっと公立高校とちょっと私立の学校とはちょっと一緒にできないと思うんでこの場合の話はちょっと今のアルマーニの話はちょっと今初めて聞いたんでちょっと何とも言いようがありませんけどまあ高いっちゃ高いんでしょうしあなたのスピードはいくらか知らんけど高いにしては高いんだろうなっていう感じはします。8万円っていうんですから結構高いもんだなとは思いますね。こう小学校のあれとしてはもうちょっと私は時代が違うんで私は学校へ入った時は全校でカノランドセルしょったのは一人でしたから
小学校出るときに、カールランドセルしょってなかったのは俺だけで、あとは全員カールランドセルになるって、そういう時代の中に、学生時代、小学生時代、過ごしましたんで、なんとなく、自分だけ、全員がカールランドセルで、俺だけズックのランドセルっていうのは、なんとなく、ちょっとかっこいいなと思う時代があったんで、結構それなりのあれでしたんで、まあ、吉田大学でよういじめられた時代でしたからね、あの時代は。そういう時代だったんで、一人だけ変えないって人が出ると、またこれ難しいかなっていうような感じはしますね、そちら。平田君。ありがとうございます。私はまあ、この対面小学校の考え方を叩こうとかそういうことはないですけれども、まあ、こういうような学校が現れているということを認知することと、それが学校長の考え方一つで決まってしまうと、公立小学校ですよ。でそういうあり方は実態を見ながらしっかりと考えなきゃいけないなというところが問題提起です。林大臣から何かあれば。文部科学大臣林芳正君。それに関する報道を少し見させていただきましたが、その中でやはりこれ制服を決める過程においてですね、やはり保護者の皆さん等々ですね、いわゆるステークホルダーの皆さんと、もう少し話をされて決めておられればなという印象をちょっと持たせていただきましたが、やはり先ほど新しい通知のことも少し申し上げましたけれどもですね、現在もですね、これ要保護児童のものなんですが、生徒援助費補助金の事務処理通知ということで、やはり各教育委員会に対してですね、保護者負担が過重なものにならないように留意することが重要であるというのはすでに出しておりますので、この各種会議でですね、こういうことを教育委員会、学校の取り組みを促すための周知というのはですね、さらに徹底してまいりたいというふうに思いますが、その中で、この今、先生もおっしゃったように、いろんな考え方があってはいいと思っておりますが、ちゃんとみんなが納得の上で、そういうものが進んでいくということが望ましいというふうに考えております。寺田君。ありがとうございます。今回のこの問題を取り上げたのは、文科省にもう一歩踏み込んだ問題意識を持ってもらいたいということと、実態を探ることに対しても足を踏み出してほしいということと、何かしら私は国としての指針というものは必要だという結論があるので、それをお考えいただきたいということでした。これで林大臣の方ご結構ですので、委員長の許可があればご退出いただいて結構です。話はガラッと変わりまして、イージス・アショアに参ります。でここはトーン変えてまいりますのであれですけれども、イージス・アショアを議論する上で、先ほど先刻議論いたしました補正にもこの本予算にも載っておりますけれども、イージス・アショアを含めた、ミサイル防衛に対してどう思うか、そしてまたじゃあそれの一つのツールとして、今回のイージス・アショアがいいのか、イージス艦がいいのか、サードがいいのか、その手段論があると思います。でその上でどこに配置するか、自治体との関係ということはあると思います。で全てに幅を広げてやると時間がありませんので、今回は自治体との関係というところに重点を置いて議論をしたいと思います。で私個人として考え方は、ミサイル防衛という一つの大きな概念に関しては賛成してますし、今回イージス、ハワイでの実験等で失敗もしてますので、今回の SM3 ブロック2エーダーなんだっていうところに対しての疑念点は強く持ってますけれども、直ちに反対するものではありません。ただお手元にも配らせていただきましたが、報道においては秋田県秋田市にある駐屯地訓練場ですね、それと委員長のご地元の山口県の睦弥演習場、この2つに配備をされる予定という報道が出ておりますので、そのことを中心にまず議論をしたいと思います。基本的なことですけれども、今後のこのイージス・アショアの設置のスケジュール、どのような見立てを持たれているのか、まず大臣からお答えください。小野寺防衛大臣。イージス・アショア の設置につきましては、当然その設置の場所等の、調査が必要ということになります。
そして調査の中で、まあ、重要なのは、当然いろんな環境調査もありますし、それから、まあ、地質調査等もあります。今ご審議いただいているこの予算の中に、その地質調査との予算がございますので、少なくとも私どもとしてはまずこの予算のご審議の中で決定していた後、その次のステップに進むことになるんだと思っています。寺田君、何年後に稼働されることを目途されてますか。小野寺防衛大臣。まだ調査もできていない状況でありますので、ここで今確たる、年数を言うことは難しいと思いますが、今の安全保障環境を考えますと、できるだけ早く進めていきたいという考えを持っております。寺田君、何年後に稼働するかということもお答えされずに予算審議をしろということですか。もっと言うと、何年後に稼働するかということを目途として持たずして防衛計画をこれから練るんでしょうか。何年後に稼働されること、実際何年後になったかはそれはこれからやらないとわからないのではっきりお答えすることはできないと思いますが、何年後に稼働することを目途に今回予算計上されたんでしょうか。それをはっきりしてください。小野寺防衛大臣。イージス発射の導入にあたっては、その購入に向けて米国政府と調整する必要があるほか、各種調査、これは候補地の地形や地質、電波環境等の調査や測量により、防衛上有効な場所に確実に配備できるか否かを確認し、地元の協力、理解と協力を得ることが必要となります。このほかイージス・アショアの製造に一定期間が必要となるほか、実際に運用を開始するためには各種試験を行う必要があることから、現時点で運用開始時期を確定的に申し述べることは困難であります。寺田君、確定的でなくても結構です。大まかな年度、どれぐらいの後このイージス・アショアが稼働するということを目途として考えられているんでしょうか。野寺防衛大臣。現時点で確定的に申し述べることは困難ではありますが、その上で申し述べれば、例えばイージス艦を建造する場合、契約から引き渡しまで5年程度の期間が必要であります。こうした期間が一つの目安になるのかなと思っておりますが、初めて導入する装備でありますし、またその運用に向けての調査等もかかりますので、一定期間が必要だと思っております。寺田君、イージス艦を一つの例示としながら5年後というところの大まかな確定的ではない目処を示されたと思います。5年後よりも早まる要素というのは想定されているでしょうか。小野寺防衛大臣。これは現時点で確定的に申し述べることは困難だと思っています。寺田君、技術的なことになるので政府参考人も結構ですが、耐用年数というものは設置された場合、このイージス・アショアというものは耐用年数はどれぐらいなんでしょうか。防衛省防衛政策局長、前田聡君。お答えいたします。委員ご存じのとおり、現在調査予算を計上いたしまして、先ほど大臣からもご答弁いたしましたが、米国政府と調整し、各種調査をし、その上で配備、イージス・アショアそのものをですね、購入していく、こういうプロセスを取ります。で、まだその購入の予算も計上していない段階でございますので、現時点でその対応名数がいくらになるかというのを申し述べるのは難しいかと思います。寺田君。ただこれから購入しようとするものが何年ぐらい稼働させることが可能なのかということを分からずして購入に対する決定はできないと思うんですけれども、大臣どのようにお考えになられているか、大臣からお答えください。小野寺防衛大臣。今局長の方から確定的なことを言うのは難しいという話がありましたが、その上で申し述べれば、これは同じくイージス艦の例でありますが、イージス艦の場合には一旦建造すれば30年程度の運用
することができるというそういう期間は一つの目安と考えておりますが、まあ、イージス艦海の上で使うものですので当然海の上で使うものに比べて陸上で使うものというのであれば、それはそれなりに一定期間、稼働するものと考えております。寺田君ありがとうございます。30年というのを一つの目安にし初めてのものなのでそれが上下するか早まるか遅まるかというのは分からないというご答弁でした。それで、先ほど言った通り効果のほどという論点もありながら自治体との関係、候補地の選定、ということの議論をしたいと思うんです。で報道がかなり先行しています。その割に政府から全く説明がなされていないので私の選挙区の秋田市そして委員長の選挙区の中からもお声が出ているのかもしれません。選定のステップさまざま省内の考えられていると思いますが今2つとも出ているのは演習場で、まあ、自衛隊の持ち物のところです。全国各地いろいろなところ候補地というか自衛隊の土地がありながらどこかに、まあ、2機と閣議決定してますので絞り込みそしてそこを候補地とすることを決定という段階があると思います。ある種選考の段階とそして決定の段階があると思いますがまず全国にある自衛隊の土地から今回の候補地の選定というところの段階決定には至ってないと過去の答弁ありますが選考段階というものは終えましたか。小野寺防衛大臣。今回イージス・アショアに決める段階でどのぐらいの機数を持てば日本全国をカバーできるかという検討を技術的に行ったと報告を受けております。その中で日本で2機置けば北海道から沖縄まで対応可能だというそういう報告が来ているということで今2機ということで閣議決定をさせていただきました。そしてイージス・アショアを配置するにあたっては地形や地質、電波環境等の調査や測量といった配備可能性の調査をあらかじめ実施し、防衛上有効な場所に確実に配備できるか否かを確認する必要があります。このような観点から現在、検討を行っているところでありまして、その公表の時期などについて現時点でお答えすることは困難ではありますが、現在ご審議いただいている平成30年度政府予算案においては、配置に必要な地質測量調査や施設の基本設計等のために必要となる経費を計上しているところから、配備場所に関する検討を可及的速やかに適切な形で、検討していきたいと思っております。寺田君。直接的にはお答えになられていないので角度を変えて申し上げますが、まあ、2機2箇所ですよね。2箇所に置くことになりますよね。1箇所に2つ置くわけにはいかないですから。その場所2つに最終的には決まるわけですが、今検討されている段階においてはその候補地となりうるところは2つ考えられているのか、2つ以上のものから今絞り込もうとされているのか、どのような段階なのか教えていただけますか。防衛省防衛政策局長前田聡君。お答え申し上げます。今委員ご指摘になりましたように最終的な配備地をまだ決めておりません。その上で配備の候補地について部内で検討しているという段階でございます。配備地の検討にあたっていろんな観点を考慮しなければなりません。最も効果的に我が国を防護することができる場所がどこか、それから可及的速やかに配備できるという観点も考えなければいけません。それからより具体的に申し上げればレーダー発射機等の構成品を設置するために一定程度広範な地積が必要でございます。そういう地積が確保できるか、あるいはレーダーで監視する際にこれレーダー波を出しますので地形等が障害にならないか、そして周辺住民に対する影響が生じないようにきちんと配置ができるか、まあ、こういった面を検討するわけでありますが、今政府防衛省の中で検討している段階でございますので、その数について申し上げることは差し控えたいと考えております。寺田君。大臣、報道の中で秋田の荒谷演習場、睦演習場が
各紙において各報道局によって予定地とされているという報道はお耳に入ってますでしょうか。小野寺防衛大臣。報道については承知をしております。寺田君。昨年末からもすでに報道されてますし、少なくとも私の秋田市、秋田県においては地元市含めて大きな話題になっています。これここまで報道された上で打ち消しもせず肯定もせず、そして今はっきりとこの国会の場で予算審議を通じて候補地を聞いてもお答えできない、何もお答えできないということ、その理由は何ですか、大臣。小野寺防衛大臣。これは一つは今この予算自体をご審議していただいているということなんだと思います。まだ予算のお認めをいただいていない中で、ここが候補でここに調査をしたいということをむしろいうことのスケジュール感というのは多分あるんだと思いますし、もう一つはこれは省内で、技術的な面で、検討を行っているということなんだと思います。寺田君。何言ってるか分からないですね。話進めますけども、今日1枚だけ参考資料配りました。同じ縮尺で2つの今報道に載せられている候補地、どの報道者もこの2つです。荒谷と睦美です。でちょっと白黒なので分かりにくいかもしれませんが、上の方が秋田市の荒谷ですけれども、この真ん中にちょっと小さい文字で見にくいかもしれませんが、陸上自衛隊荒谷演習場と書かれているゴルフコースの隣のところありますけれども、川一本隔てると会社であったり工場であったり、そして住宅地です。下の睦美は良くて、上の荒谷はダメだなんて言うつもりはありませんが、かなり2つの候補地とされるところでの差異があることは写真を見ると一目瞭然だと思いますし、はっきり言って住宅街目の前です、この演習場は。大臣行かれたことはないかもしれないので想像つかないかもしれませんけど、おそらく何百メートルっていうところで一番近い住宅がありますし、秋田かなり過疎が進んでいると言われながらも、この秋田市のこの地域は若い子どもたちがかなり増えて小学校の定員がパンパンのところもあるところです。よりにもよってこういうところが選ばれるのか、そして多くのお子さんをお持ちのお父さんお母さん含めて、うちの近くに何かよく得体のわからない、政府が何も説明してくれない、そういうものが来るのかということでかなり不安を持つ方が増えているのは実情です。距離感でいうとどうやって大臣に伝えるか考えたんですが、大臣の気仙沼のご地元の、大鍋屋旅館、あそこから気仙沼市役所ぐらいです。そこにイージスアショアが設置されると今言われている状況です。おそらく地元のことを想像されるとかなり話題にはなると思いますし、どうなってるんだってことは多くの方から聞かれる状況は確かだと思います。ですので冒頭申し上げましたが、私ミサイル防衛に関しては肯定的ですし、そのイージスアショアを使うのかサードを使うのか様々ありますけれども、そこの検討というものは阻害するつもりもありません。ただ先ほど設置されるのは5年後ということでした。もちろん可及的速やかに1日でも早くという努力はしながらも、どんなに頑張ってもやはり5年後ですとなれば、さまざまな地元の方々との協議というものを進め、説明を繰り返し理解を得るという行動が必要だと私は思うんです。でどういう大臣いいですか、地元の方々にこのように報道されて、うちの近くの演習場にイージスアショアが来るかもしれないというふうになっている方々が不安になられている方、私も何人も見てます。そのようなご想像はつきますか。小野寺防衛大臣。あくまでも報道ではありますが、例えば地元の、新聞等に、出ている記事等も見させていただいておりますし、この報道に関して心配されている方々がいらっしゃるんだなという印象は持っております。寺田君。でね、
その地元自治体の方々、これはまだ秋田に決まってない、山口に決まってないということですので一般論でも結構ですけれども、具体的に地元の方々にどのように理解を求める行動されるのかを聞きたいんです。どのように理解を求めますか。小野寺防衛大臣。まあ、これは最終的に調査等を行う、そういう時になりましたら、その調査の候補者というのがおのずと決まりますし、その際は地元の皆さんにご説明をし、理解を得る努力を丁寧にさせていただくことになるんだと思っています。寺田君。今結構大事なことをお話しされましたが、地元の方々に対する説明は候補地が決定をしてからするということですか。小野寺君。防衛大臣。小野寺君。今回の予算の中で最終的に、そこに、設置ができるかどうかということは、例えばさまざまな調査、特に地質調査等も必要になります。その地質調査で可能かどうかということも一つの判断になりますので、当然その地質調査を行うというところになれば、その場所が決まったわけではなくて、その場所を地質調査の候補地として調査を行いたいということは、当然ご地元の方に説明をすることになるんではないかと思いますが。寺田君。それでは地質調査をする段階において、して段階において地元の自治体に対して説明することはないということですか。地質調査をした上でここが候補地としてふさわしいと分かってから地元に調査するんですか。小野寺防衛大臣。ただいまの私の説明は、地質調査に入るということになれば、当然決まったわけではありませんが、さまざまな中でここを地質調査を行いたいという形で地元にご説明をして地質調査を行うということになるのではないかと思うんですが、ちょっと詳しくは局長の方から確認をさせたいと思います。前田防衛政策局長。お答えいたします。予算の中で来年度地質測量調査というのを積んでおります。でこれを実施するにあたってはですね、当然この段階では候補地というものを選定をした上でですね、その調査をすることになると思います。あらかじめ当該業務の契約に向けて入札の広告等も行ってまいります。したがってそのタイミングまでには候補地に関する現在やっておるわけですが検討、それを進めまして、そのタイミングで適切な形で地元にお伝えすることになるだろうと、このように考えております。寺田君。整理をできました。候補地というのは今の言葉で言うと地質調査を行う地ということですね。間違いなかったら間違いないでいいですけれども、前田さんいいですか。前田防衛。あ、ごめんなさい。政策局長。端的に言ってもらいます。はい、その通りでございます。今申し上げたのは地質測量調査の実施 に際しては そこは候補地になるということでございます。寺田君。ですので地質調査を行います、言い換えればあなたのところが候補地ですということです。今説明は大臣、ここはどのように地元の方々の理解を求めるかですので大臣にお答えいただきたいんですが、地質調査、候補地の決定の前に地元の首長さん、知事さん、市長さんに説明するつもりはありますか、ありませんか。小野寺防衛大臣。まず今回のイージス・アショアを廃止するにあたっての前提となるのは、周辺の住民の皆様に影響が生じないようにすることというのが当然考慮の中身であります。そしてその中で当然地質、局長が言いましたように地質調査をこの場所で行いたいというそのことに関しては当然地元の皆さんにご説明をするということが前提ですので、前に行うということでよろしいんですよね。ちょっとすみません、かなり技術的なことなので、私としては当然前のことだというふうに思います。寺田君。候補地の決定の前に地元の方に説明をするというご答弁でした。
技術的な問題ではなくて、これは地元に対する理解を求める政治としての行動の話です。ですので、技術的にどういう耐用年数があるかどうかというのは、政府参考人の方がお答えになられて当然ですけれども、どのように地元の方を説得するかというのは大臣のお仕事だと思います。で、ちょっと地元紙にある方から投稿というかお話がありまして、ちょっと聞いてください。短いです。国内の適切な場所に一定の防衛機能は必要だと強調した上で、こうした問題は地元が納得づくで進めなければならない、進めていかないといけない、地元への相談なしに配備を決めるというのは言語道断だというような声がありました。この声に、意見に関してお考えありますか？同じであるとか違うとかいろいろあると思います。どうですか？小野寺防衛大臣。実はその記事、私多分、お話をされた方は、私どもの大先輩に当たる方ではないかというふうに推察をしておりますが、いずれにしても、しっかり説明をして、ご理解を得る努力をすることが大切だと思っております。寺田君。我が郷土の大先輩の野呂田法政、元防衛庁長官が先月に地元紙のインタビューにお答えになられました。与野党の対立、野呂田先生をもって与野党の対立の一つの側というのも私にとってはもう差し上げましょうなんですが、いずれにせよこれ与党野党どうこうじゃなくて、やはり地元に対して、その地方自治体に対して国の防衛という問題とどのようにして折り合いをつけていくのかということだと思います。なので非常に大事ですので、先ほどご答弁されたことをもう一回確認したいんですが、候補地の決定の前に知事ないしは秋田市長、秋田市長ってダメですね、当該地の知事ないしは市長と事前にお話をされるということでよろしいですよね。防衛大臣小野寺一則君。野呂田長官は北朝鮮の工作に対して会計行動を外れした大変、国防に造詣の深い大先輩であります。私どもとしてはやはり、地元の皆さんに理解を得る努力が大変重要だと思いますし、そのためにはやはり、さまざまな調査をして今後地質調査に入りたいという場合が、なる時期、その調査に入る前に当然、関係する自治体には説明をし、そして調査に入るということになると思います。寺田君。ここは私が一つの考え方を持っているというよりも政府の考え方がどうなのかを お聞きしたいんですけれども、その際に二段階あると思います。今ご整理いただきましたけれども、地質調査、いわば候補地ですと言われて地質調査をさせてほしいという前に、知事でよろしいですか、市長でよろしいですか、お話を事前にされるということでした。でその上で地質の調査をした上で、適合した場合においては今度はそこに設置をする決定を政府としてされるとは思うんですけれども、どの段階でということをちょっとあえて申し上げませんけれども、その際において、地元の首長の了解というものは政府として求めたいと思ってますか、それとも了解は必要ないと考えられてますか。野寺防衛大臣。これは当該の、場所が決まった場合の、自治体、そして当然その自治体が所属する県というところでに対してしっかり説明をする必要があると思いますし、私どもとしては理解を得る努力をしっかりしていきたいと思っています。寺田君。答えてないです。了解は必要ですかとお伺いしています。どうですか。小野寺防衛大臣。理解をいただくよう努力をしてまいります。寺田君。ここはちょっとはっきりさせた方がいいと思うんです。地元の了解が必要だと考えていますか、それとも考えていませんか。そこは説明を誠意果たすことによって政府としての理解を得たと考えるのか、地元の首長さん、基本的には私は知事さんだと思いますけれども、知事が一定程度理解する、了解する、そういうことをもって地元の理解を得たと
政府が捉えるのか、そこはまさしく大臣がご判断されることだと思っているので聞いているんです。もう一度お伺いします。決定の際に地元の知事の了解は必要でしょうか。野寺防衛大臣、理解を得る努力を続けてまいりますし、もちろん住民の皆様にも不安のないように、誠心誠意説明をしていきたいと思っています。寺田君、今日質疑をしている肝はここにあるので、はぐらかすにお答えください。了解は必要だと思ってますか。理解を示してもらうことが必要だと思ってますか。そういうふうにして捉えますか。大臣としての政治的に説明を果たしたと、説明を理解を得たと考える上で何を基準にされるのかを聞いているんです。地元の知事の了解は必要でしょうか。小野寺防衛大臣、繰り返しますが、理解を得る努力をしっかりしてまいります。ちょっと止めてよ。寺田君。委員長、申し訳ないです。あまり難しいことを聞いているわけではなくて、地元の話ですし、政府が自ら言っている地元の理解を得るということは何をもって理解を得たと考えるんでしょうかと。いや、知事の了解じゃなく違うところにあるんであればご説明いただきたいですし、知事のところ、市長のところにあるんだとすれば、それをどのような形にやったら地元の理解を得たと政府は判断するのかということを聞いているので、ぜひともそこに絞ってお答えをいただくように委員長のお取り計らいをお願いします。小野寺防衛大臣、もう一度お願いします。理解を得る努力を続けてまいります。お待ちください。小野寺防衛大臣、おっしゃったような地元の、首長の、理解と協力は必須なことだと思いますので、それが求められるよう努力をしてまいります。寺田君、ちょっと噛み砕いて質問しますけれども、地元の理解と協力が必須であると、それを求めて頑張ってまいりますというようなご答弁だったと思います。必須という言葉を使われましたけれども、とすれば地元の理解とご協力というものは必要である、それを示してもらう必要があるということですか。そういうことですよね。大臣、もう一回答弁してください。必須という言葉を使われましたので、何が必須なのか言ってください。小野寺防衛大臣、地元の理解と協力が必須だと、何が必須かというと、地元の理解と協力ということです。寺田君。その地元の理解をどのように理解が得たと判断するんでしょうかということを聞いているんです。地元の理解が必須であるということのご答弁がありました。その地元の理解というものはどのように判断されるんでしょうか。一案として私が申し上げたのは、地元自治体の首長の了解でしょうかということを聞いたんです。違うなら違うでいいです。その通りだというならその通りだと思います。小野寺防衛大臣、ここでさまざま議論をしておりますが、現時点でまだ候補者が決まっているわけではなく、どういう形で進めていくかということも分かりません。仮にそこまでお話をされるのであれば、まだその段階ではないので、仮定の段階でのお答えは差し控えさせていただきます。寺田君。
仮定という言葉は、まあ、未決定という言葉だと思いますが、候補地が未決定であることは先ほど議論して分かっています。どのように理解を得るのかということは、別にそれは未定でも何でもないですよ。これから理解を求めるのが必須だと言ってるんですから。どのように政府として何があれば地元は理解をしたと、必須と言われている地元の理解を得たと考えるんでしょうかということを散々聞いてるんです。それは首長の了解でしょうかということを聞いてるんです。小野寺防衛大臣。私どもは地元の理解を得るためにしっかり努力をしてまいりますという答えでありますし、そして具体的に何がということに関してはそれは具体的な話になりますし、まだそこまで議論が進んでおりませんので、お答えは差し控えさせていただきます。寺田君。先ほど大臣の方から住民の方々のこともお話がありました。住民の方々に対して防衛省として説明をされるというお考えはあるでしょうか。小野寺防衛大臣。小野寺君。防衛省自衛隊は例えば今さまざまな地域で新しい駐屯地などを建設することを随時やっております。その際には地元の首長への、説明をし理解をしていただき、そしてまた、住民への説明をしております。まあ、日頃私どもとしては、防衛省の装備あるいは駐屯地を、建設する場合にはそのような手順を取らせていただいております。寺田君。そのような手順とイージス・アショアの調査ということは同じこと、同じジャンルのもの、同じ分野の対応と考えてよろしいですか。小野寺防衛大臣。例えば陸上自衛隊の駐屯地の場合もあれば、航空自衛隊のレーダーサイトの場合もあれば、さまざまな自衛隊の、まあ、施設を建設しますので、当然その何を作るかというところで説明をどういう形で行うか、それは様々になるだと思います。寺田君。答弁がずれたんですけれども、地元の住民の方々にご説明をされる予定ありますか、このイージス・アショアの調査に関して。小野寺防衛大臣。まだ具体的に、どこにということが、決まっているわけではありませんので、具体的なスケジュールが見えてきましたら、そういうことも含めてしっかり対応していきたいと思っています。寺田君。しっかり対応するということは住民の方々に説明されるということでよろしいですか。はっきり言ってください。小野寺防衛大臣。これはイージス・アショアの施設のみならず、自衛隊のさまざまな駐屯地を、まあ、当然建設する場合には、地元の皆様にも説明をさせていただいております。寺田君。のみならずということなんで分かりました。で、一点大臣が今も言われてますし、先の参議院の中で宇都委員からの質問の中にも地元のご協力というような言葉を、まあ、先ほども必須という中の一つとして言われましたが、地元のご協力というのは具体的にどういうことなんでしょうか。小野寺防衛大臣。まあ、これは実際に、候補地が決まり、そしてまたご理解を得る、そういう中で、まあ、どういう協力をいただくかということは決まってくるものではないかと思います。寺田君。地元の方の何かしらの協力というものが起こりうるというか、求められることが起こりうるんでしょうか。前田聡防衛政策局長。お答えいたします。まだ候補地を決めておりませんので一般論になりますけれども、自衛隊の部隊施設等配置をいたしますと、まあ、当然そこに人間が隊員が一定の数が配備をされるということになります。まあ、そういう場合にその配備された町でですね、暮らすと、こういうことも起こってまいります。さまざまな形で地元の共同体自治体とですね、接触を持っていくわけであります。そういうことも含めてさまざまなことをお願いをすると
それをそのことが協力の一つの例であろうかと思います。寺田君、時間なので終わりますが、野呂田先生言われている通り、こうした問題は地元の納得づくで進めないといけないと、地元への相談なしに配備を決めるというのは言語道断だと、かなり強いことを使われています。私はその通りだと思います。どんだけ急いでも5年前後ということであれば、さまざまな選択肢というものは想像しうる、交渉しうる問題だと思ってますので、さまざまなことを住民の方々と、そしてまた自治体の首長さんの方々との意見を踏まえた上でお考えいただきたいということを申し上げて終わります。これにて